こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国産ロケットと豪語したのに、実態はロシア製だったヌリ号が打ち上げに成功し、宇宙大国を名乗っている韓国ですが、まだ子供レベルなのは分かっていないようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。国内技術で製作された韓国型発射体ヌリ号の打ち上げ成功で、韓国が世界で7番目に実用衛星を乗せて宇宙に上げた国に浮上した中、日本のネチズンの間では祝賀と連勝が交錯した。共同通信など現地メディアもヌリ号の打ち上げ成功可否に大きな関心を示し、関連ニュースを大きく伝えた。毎日新聞は、米国と中国、欧州連合、EU、日本、インドに続き、世界で7番目だというと、ヌリ号打ち上げ成功のニュースを報道し、産経新聞は、オンラインを通じて、ユン・ソギョル大統領の祝賀メッセージも伝えた。2010年3月から、約1兆9572億ウォンの予算が投入されたヌリ号は、1.5 トン級の実用衛星を、地球の低軌道600から800キロに投入することを目標に設計された。これまで250人余りの人材が研究開発に投入され、ヌリ号の設計、製作、試験、打ち上げ運用など全過程が国内技術で具現された。75トン級の液体エンジン、大型酸化剤タンクなどヌリ号をなす革新技術も、すべて国内開発陣の研究の産物だ。今回の打ち上げ成功で、韓国は実用衛星を自力で宇宙軌道に乗せることができる7番目の国になった。宇宙発射体技術は宇宙時代の開拓の足場になる重要な技術だ。独自の宇宙輸送能力を確保し、国家の宇宙開発を安定的に遂行できる土台を作ることができるためだ。宇宙発射体技術はこれまで大陸間弾道ミサイル ICBM 技術に転用される可能性など軍事的憂慮のため、国家間の技術移転が禁止されていた。ひたすら独自の国内技術力に機体を開拓しなければならない分野だった。今回の成果がより貴重な理由だ。それではネットの反応です。日本のロケット技術は米国のもの。当時、米国は頭がどうにかなってしまったのか、日本にロケット技術を伝授してくれた。そして今まで後悔している。韓国は、ロシアの技術を参考にしたものだが、日本は、そのまま米国が教えてくれた通りに作ったのだ。どっちの方がもっとすごいかは、日本の奴らの方がよく知っている。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。